何度も繰り返し鍛え、焼きを入れて器をなす。やがて天下最強の刃となる。貴様は源家の刀だ。俺は誰の刀でもない。過去から逃げるとは臆病者だという証だ。貴様は強い。やはりお前は脆いな、おにぎり。いつかお前自身の意思で選択をせねばならない時が来る。そう、俺は選んだ。確実に。己の心に魔を持たぬ者はわしの現実に閉じ込められる。お主の過去こそ乗り越えられぬ魔じゃ。俺の過去。おにぎり、それがお前が選んだ道か。この転生により自由の身になったお前は新しく生まれ変わるのだ。